まあ、第1シードということもあって緊張していたんですけど、しっかり勝ち切って決勝トーナメントに進めたので良かったです。やっぱり初戦は、まあ、いつも一緒に遠征とかもあってる松村選手だったので緊張とかもあったんですけど、まあ、しっかり勝ち切れて、そこから2試合目徐々に自分のプレーが出て勝てたので良かったです。日本で初めての大会ということもあって新しい経験もあったりして緊張してたんですけど、まあ、1試合目勝ち切れたのでそこでやっぱ吹っ切れたかなと思います。決勝トーナメントもしっかり自分のプレーを出して勝ち切りたいと思います。まあ、3勝3試合勝ち上がれるか不安だったんですけど、3勝0敗で勝つことができたんで良かったです。1試合目の日本人の人とかやったことある相手でその人とか慣れてたんでしっかり勝つことできたんですけど、2試合目とか自分の調子もあんま良くなかった中ででも勝ち上がることができたので良かったです。バックハンドが自分の武器だと思ってて、まあ、フォアハンドが課題なんで自分のフォアハンドも武器にできたらいいなと思ってます。決勝トーナメント明日からも相手もどんどん強くなっていくので1個ずつ勝ち上がって優勝できるよう頑張ります。ここまで勝ち上がれると思ってなかったので自分のプレーが通用して勝てることができて嬉しいです。初戦と2回戦がすごい苦しい戦いだったのでそこを勝ち抜いて3回戦に自分のプレーを楽にできることができたので良かったです。日本人選手と違ってやっぱ最後までファイトしてくるのでそこで気持ちが折れないところがやっぱさすがだと思いました。ここまで来たからにはもう結構みんな相手も知ってる人が多いので自分のプレーを最大限引き出して優勝できるように頑張りたいと思います。すごく嬉しいです。ラウンドロビンの3試合では、最初は初めてのこのクレーコートの大会で慣れないところもあったんですけど試合通して徐々に慣れていって最終的には、自分のプレーで勝ち切ることができたと思います。準決勝でも自分のプレーを発揮して優勝できるように頑張ります。予選からここまで上がってこれると思ってなかったので素直に嬉しいです。序盤やっぱ緊張してたので引きながらテニスしちゃってたんですけど中盤からは相手に負けないように中に入っていこうと思ってドロップとかループとかを混ぜながら自分のプレーができたので良かったと思います。ここまで来たからには絶対優勝してロランギャロス出られるように一戦最後の1試合なので絶対自分の力を出し切って優勝します。
内容はあんまり良くなかったんですけど、最終的に勝ち切ることができたんで良かったです。緊張してて全然自分の思うプレーができなくて0まで行っちゃったんですけど、まあちょっと慣れたんで、まあそこからまくることができたんですけど、全体的にはまあストロークがあんま良くなかったんで、明日はストロークもうちょっと頑張りたいです。まあ普段こんな多いお客さんの中で試合することは少なかったので、まあ緊張したけど楽しかったです。明日は最後の試合なんで自分のベストを尽くせるよう頑張りたいです。いつもはサーブが得意としてるんですけど、サービスキープがなかなかできなくて、すごい苦しい場面も多かったけど、そこで我慢してしっかり勝ちにつなげられたので良かったです。とにかくサーブが入らなくてもイライラしないようにっていうのを常に意識して、逆にリターンゲームをきっちり取るようにして、ラリーはいつもより丁寧に我慢強くやっていくことを意識しました。今までやってきた自分を信じて、明日も勝って優勝できるように頑張りたいです。昨日から続いた準決勝だったんですけど、しっかり勝ち切ることができて嬉しいです。まだ体力は有り余ってます。何回もやってる川西選手との対戦なんですけど、しっかり自分のプレーを出して勝ち切りたいと思います。
あっという間に閉会式を迎えていますけれども、To Kimiko Date。 このワンチャンスをつかめばパリのローラン・ギャロスでプレーができるっていうのは本当にあのプロでもあり、そしてこのグランドスラムのジュニアで、戦いたいと思う人たちにとって、すごく貴重な機会だと思います。ありがとうございます。行ってきます。最初は勝てるとあんま思ってなかったんですけど、最後しっかり勝ち切ることができたので良かったです。ファイナル3号で後がなかったので、とりあえずまあ楽しもうと思ってやって、まあ、その結果相手もミスも増えてくれて、まあ、3号、4号、5号で6号くらいまでだったんですけど、そこで自分の勝ちが見えてちょっとチキっちゃって6、6になったんですけど、まあ、最後のタイブレはしっかり自分から思い切っていくことができたので良かったです。そういうグランドスラムジュニアはまだ本戦も予選も出たことないんで、この大会で優勝できて愛花もらえたので、今の自分よりももうちょっと成長した姿で全仏に行けるよう頑張りたいです。自分がノーランクからここまで上がってこれると思ってなかったので、すごい勝てて嬉しいですし、海外の選手にも通用するテニスができていたのが自分の中で嬉しいです。全日本でやった相手だったの でその時勝ってたのでちょっと緊張しましたし、もう一回全日本の時にのようにうまくはいかないと思ってたので、セカンドやっぱ流れが崩れることがあったんですけど、それは想定したのでファイナルで気持ち切り替えて勝ちにつなげられたので良かったです。ファイナルでメディカル取って足がやっぱきつかったんですけど、でもきついのは相手も一緒だって分かってたので、ファイナルの1ゲーム目は簡単に落としちゃったんですけど、2ゲーム目からもう集中してどのボールも全部入れようと思って、そこで長いデュースも結構多かったんですけど取って流れを持ってこれたのが結構でかかったと思います。もうチャレンジャーなので、アジアの予選で勝ってきた分、世界でどれくらいできるかをこの大会の優勝者としてふさわしいような試合をしたいです。